えー、それでは委員会を再開をいたします総合企画局の報告聴取事項につきまして質疑を継続いたします道者委員どうぞ、えー、私の方からはまあ今今までいろんな委員の方があのご質問されてあのいろいろ答弁されてたんですけれども私そもそも論を少し聞きたいなとでこの三ページに見ますとこの実施計画の中でね。 平成24年から25年度に行った開発手法等にかかる調査というのを1年間やられてて、そのいわゆる1年間計画をあの調査をした結果、この高速開発ツールを利用したスクラッチ開発で94億円で4か年でやるという計画を立てられたという方なんですけれども、そのやっぱり効果の目的としては、やっぱりいつも言われているように、この調達に競争性が働き、 運用経費が削減できるとっていう形でこう進められて、で、たとして都市でそのオープンから言いますと、このパッケージ方式とかマイグレーション方式があると、ただパッケージ方式になると、あのまあ、前回か、あの前、あのお話し聞かせていただいたら、このいわゆるまあメーカーが作ってるおかげで、その調達に競争性が働きにくいというふうに聞かされました。 で今あのマイ、マイグレーションで行われているその多都市はその関連会社があのやっておられてそこでまた競争性もあのなかなか働きづらいというふうにあの操作さあの思うんですけれども、まあ、あの初め、この高速開発ツールを利用したこのいわゆる一つ一つの手作業で行うプログラムの製造を基本設計や、えー、詳細設計のデータから自動生成するツールを用いた 開発ツールで、まあ、スクラッチ開発すると、まあ、こういう形でこう、まあ、スタートしたとでいざスタートしてみると27年8月にはこのいわゆる処理層の処理一過処理システムの期待する処理性能が達しない恐れがあったとで工、まあ、期が間に合わない恐れがあったということが,、ま、が判明してこれだ全くでマイグレーション方式 という形で変更して、でいろいろあって、運用を曲折して、最終的にはこの18ページに書いてありますように、じゃあ、18ページの最後に、この一括処理システムを改修すべてに対応できる事業者の確保が困難なものという、言うてみると、この最初のいろ,いろんな事業が競争性を働いて、しっかりとこのまあ低予算でこうやっていけるという。 もともとのオープン化の本来の意味というのがなかなかこう発揮できてないなと、そこでねあのこの総括的にこの京都市でちょっと聞きたかったんですけど、京都市のこのいわゆるオープン化で、どんな方式で、どんな予算で、どんな納期でやっていれば、この今か,今から振り返って、このいわゆるオープン化という事業が成功したのか、そういうふうな、あのいわゆるまあ検証というのか。 そういうのはされたんでしょうか。橋本情報化推進室担当部長。すみません。あの、今、ご指摘がありました話はですね。本来の計画に、もともとのお無理があったのではないか。まあ、今後。 でもしこういう形でやればできたのではないかという検証までできているのかというところでございます申し訳ございません今回につきましてはですね私のものがたどってきた経過等についての検証が中心になっておりましてそういった部分につきましては先ほどから何度も申し上げましたとありますけれどもまあ、標準化の方の今後システムをねこれから構築す性での 上でこれから検討していきたい、今回、本市のシステム全体をどうしていくのかという中で考えてまいりたいというふうに考えているところでございますこれ、あのこの総括をただ総括だけじゃなくてやっぱ今後につなげていくためにねやっぱり本来、この計画というのがスタート時点でしっかりと検証されてあのこの京都市でどんな予算規模も含めて194億円でほんまにできたのかどうなのか。 この納期4年でほんまにできたのこどうなるのかで、違う方式もあったのじゃないかと、そういうこともね、やっぱりあのどんなあれかということもしっかりこの検証しないと、結局あの、次に生かせないのかなと思います。別に、このいわゆる高速開発ツールにおけるスクラッチ開発がすべての開発ではありませんね、一つ一つの作業のスクラッチもあると思うし、でまあ、パッケージっていう、そのいわゆる地盤、買、ま、う、あ、てくるやつもありますし。 でマイグレーションというまあ機械的な移行もありますし、でもう僕も調べた他のや,つやり方もあ,りあったみたいですね。だからそこも含めてね、ねこの京都市の,この複雑な147万の規模のエー、まあ、コスみたいなその複雑な今までのやつをするのにはどうしたらいいかというこの、やっぱりこの開発手法にかかる調査というのがね、一番もともとの原因のところで、しっかりと調査できたら、こうならなかったんじゃないのかなと、私は思うんですね。で今後やっぱ活かすためにも あのその辺の部分のあの今後、新しいこの目に見えないソフトとか、そういう部分の開発するためにはその元をどうするのか、そこをやっぱりしっかりやっていただきたいなと思うんですけど、最後お願いします。橋本担当部長すいません。あの、元々のまあ、開発手法等についての十分な検討があったというお話かという風に思います。当時の職員もですね。おそらく今の京都市の与えられた状況の中でですね。最もいいものは何なのか？ なんとかその予算内で、期間内でということをいろいろ考えた上で選択したものかと思いますただ結果として今、先生ご指摘のように、ですねうまくいってなかったという結論がございます。ですので、そういったものも私どもとしても反省をいたしまして、ですね次の開発に進めていきたいというふうに思っております。これぐれぐもこのようなマイグレーションに ね、あの開発変更をするような形で,ですね。大きな加工を残さない。これも本当に大きな私どもとして、反省としなければ、教訓としなければいけないという内容かと思います。あの、今ご指摘を本当に心にして、今後当たってまいりたいというふうに考えております。以上であります。いいですか。はい。じゃあ、進行します。コーチン、どうぞ。コーチン。 よろしくお願いしま,す、えー、とまああのもうほとんどのほとんどのと申しますかかなりのご議論がされてあのいろいろなお答えもあり、えー、ある程度の理解は進んできているというふうにも思っているんですけどもえっ、ー、とまあ1点だけなんですけど、えーまあえー、この、まあ、進捗がこう、まあ、遅れていったことで、まあ、いろいろこう、まあ、何,何度かん何度かあの。 もちろん、司会からの付帯決議もあったりとか、変更があったりとかって言うんですけれども、司会への報告もですね、これ、書いてしまったりとか、ああ遅れてしまったりとかっていうこともまあ度重なっているわけなんですけれども、これはなんでなんですか。橋本情報課推進室担当部長、えー 先ほども申し上げておりましたですけれども、私どものほうが、えー、こういった遅れが生じた場合です、ね、えー、早い段階で,です、ね、やはり課題解消の見極めやスケジュールの再検討してです、ね、これをきっ,きっちりと司会の方にご報告ができていなかったと、そういう私どもの慎重管理の問題に根本があったというふうに考えております、以上であります高知。それはまああの例えば、途中で経過報告するとか。 そういったタイミングっていうのが、えーまあ、分からなかったのか、分かっているけれども、今、今報告すべきタイミングでないという判断であったのか、そのあたり、どういうお考えのもとに、た、え、び、ー、重なったんですか橋本担当部長、まあ。私どもといたしましてはですね、えー、やはり、うん、期限内にやはり一度、えー、遅延させているということも踏まえてですね、やはり えその方向に向けて一生懸、一生懸命といいますか、あの全力を向けて傾けていたというところはあるかと思います、ただ、いずれにしても何度もあの繰り返しになって申し訳ございませんですけれども、やはりそういった課題解消の見極めができてなかったということが、やはりもうすべてについて通じるところかというふうに思いますので、これを反省としていきたいというふうに考えております以じゃあ、猛省、まあ、すべきというふうなことで、まあ、何度もこれも書かれておられますんで。 猛省すべき一つの一点として、えーまあ、いろいろな事業の進捗によって、ですねちょっと今、報告しづらいなとか、報告するタイミング、少し違うかもわからないなとか、まあ、いろいろあると思うんですけれどもあの、そういった司、まあ、会への報告、市民の方への説明というのが後手後手に回らないように、この猛省すべき点の一つとして、えー、ぜひそこはあの入れていただきたいなと。 というところを最後に要望したいと思いますけれども最後ご答弁お願いします橋本担当部長そこの分についてはですねまあ組織的な対応でしかへの報告まああの私もとしてはえ組織的な対応としてしかへの報告などができなかったということで申請しておりますので今先生のご指摘を踏まえましてさらなる 反省を加えましてですね司会への適切な方向に努めてまいりたいと考えております以上でありますよろしいですか、うん、他に、えー、ございませんでしょうか、えー、なければ以上で大型汎用コンピューターオープン化事業の総括についての報告聴取と質疑を終わ,終わります え次に第3期京都市市民参加推進計画骨子案の作成及び市民意見の募集についての報告を聴取いたします、えー、それでは、理事者報告願います佐藤 SDGs 市民共同推進部長着席して説明してください、はい、ありがとうございます それでは第3期京都市市民参加推進計画骨子案の作成及び市民意見の募集につきましてご報告させていただきますお手元の総務消防委員会資料をご覧ください京都市では 京都市市民参加推進条例に基づきまして市民参加を市政運営の柱に据え平成28年3月に策定した第2期京都市市民参加推進計画改訂版のもと参加と共同による豊かで活力のある地域社会の実現を目指してさまざまな取り組みを展開しております。令和2年度末で計画改定から5年を経過することとなり少子化長寿化のさらなる進行や担い手不足 sdg s SD レジリエンスの重要性の高まりウィズコロナ社会への対応などこの間の社会情勢の変化を踏まえ本年度中に次期計画を策定することとしておりますこの度本市の付属機関である市民参加推進フォーラムからの提言を踏まえ計画の個試案を作成し広く市民関係団体等からご意見をいただくため意見募集を行いますのでご報告いたします 別添の計画骨子案、意見募集冊子をご覧ください。こちらの冊子で、これからパブリックコメントを実施しようとするもので、表紙にはその旨記載しております。表紙を1枚おめくりください。1ページ、2ページの見開きには、計画骨子案の全体像を体系的に図示しております。2ページ右上にございます。 目指す未来像参加と共同により豊かで活力のある地域社会の実現目指す地域社会の姿に向け方針を定め施策を進めてまいります講師案の具体的な内容につきましては次のページ以降でご説明させていただきます3ページをお開きください1計画の位置づけと計画期間でございます 第三期市民参加推進計画は市民参加推進条例及び現在策定中の京都市基本計画羽畑未来へ都プラン2025に基づき市民参加を総合的に推進するための計画です計画期間は令和3年度から7年度までの5年間でございます次に2社会情勢の変化でございますこの5年間の変化について記載しております 少子化や長寿化のさらなる進行、地域における担い手の不足、昨今の新型コロナウイルスによる社会経済活動への影響や、SDGs レジリエンスの重要性の高まり、さらには先端技術を取り入れたソサエティ5.0の実現や、デジタルトランスフォーメーションが求められている状況にございます。右側4ページをご覧ください。3、策定のポイントでございます。 次の5カ年に進める施策や事業において3つの重視する視点を設定いたします1つ目は学びや信頼を育む対話の推進2つ目は次世代につながる市民参加の裾野の拡大3つ目は共同による課題解決への挑戦ですこれらの視点を踏まえ京都ならではの市民力地域力 人口の1割に相当する学生の力など、京都の強みや特徴を生かし、施策や事業を進めます。そして、目指す未来像、目指す地域社会の姿の実現を図ってまいります。5ページをお開きください。4、推進施策でございます。まずは、基本方針1、市民との未来像、課題の共有でございます。基本方針2、市民の姿勢への参加。 基本方針3町づくり活動への活性化を進めるための前提となる方針であり3つの施策を掲げております施策1は到達を重視する情報発信施策2は信頼や学びにつながる市民と職員との対話の推進施策3は競争のための多様な主体の対話の推進でございます次に右側6ページをご覧ください基本方針2 市民の市政への参加の推進でございますこちらでは市民の皆様が市政に参加し共に考え行動していただくための施策を掲げております参加の段階や目的により始めるつながる広がるのを3つの種別に応じて施策をまとめておりますまず始めるでは施策4市政参加の機会の充実施策5誰もが参加しやすいデザインを掲げ参加の裾野を広げてまいります そして「つながる」では施策6「共同の成果や手応えの共有」施策7「次世代につながる市政参加」により市政参加が継続しまた子どもや学生など次世代の地域社会を担う若い世代の参加を推進していきます。また「広がる」では施策8「共同する市政分野の拡大」と新たな挑戦です。あらゆる市政分野で 企業等事業者も含めた幅広い市民の皆様の知恵と力を最大限活用しより効果的な施策事業運営を行ってまいります七ページをお開きください基本方針三市民のまちづくり活動の活性化でございますこちらでは市民の皆様の自主的なまちづくり活動を活性化するための施策を掲げており基本方針にと同様 めるるるつつながが広のの種まず「はじめる」では施策9「まちづくりに取り組むきっかけづくり」施策10「SDGs」を背景にした多様な主体との参加の促進を掲げ市民の皆様をはじめ企業や大学など多様な主体のまちづくりへの参画を促していこうとするものですそして「つながる」では施策11「地域コミュニティ活性化への支援 施策12持続可能なまち,づくりのまちづくりを支援する仕組みを掲げ地域のつながりの強化や持続可能な取り組みとなるための支援や環境づくりを進めますまた広がるでは施策13多様な主体の共同による社会課題解決への挑戦です複雑化多様化した社会課題に簡単な正解はなく市民の皆様や行政など多様な主体が 協力共同し課題解決へ挑戦できるよう取り組みます右側の8ページをご覧ください5計画を着実に進めるための推進体制でございますここでは施策を進めるにあたっての町内の体制に関して3つの取り組みを掲げております取り組み1は共同の成果の政策への反映変革に挑戦する組織づくり取り組みには 最も身近な区役所支所における共同を支援する役割取り組み3は市民参加を実践する職員の育成でございますこうした組織作りや職員の育成を図り市役所が多様な主体の共同を進めるための役割を発揮し SDGs の実現にもつながる持続可能なまちづくりを推進してまいります最後に次のページ 9ページ10ページには参考といたしまして現計画策定後の主な取り組みを掲載しておりますそれ入りますが総務消防委員会資料にお戻りください2市民意見の募集についてでございます募集期間は令和2年12月25日から令和3年1月31日まで括弧に周知方法は 冊子の配布市のホームページへの掲載 SNS の発信のほか YouTube による動画解説もの配信も行い丁寧に周知をしてまいりますまた大学の授業やイベントに出向くなど対話型パブリックコメントも実施してまいります さん、意見の提出方法につきましても幅広くご意見をお聞きするため郵送やファックス電子メールなどのほか解説動画の youtube のコメント欄への記入にも対応していく予定です3今後の予定でございますがこの個試案についていただいたご意見を反映し各施策における取り組みの推進例なども記載した上で最終案を取りまとめまして3月には計画の策定を予定しております また資料の裏面及び2枚目には参考にこれまでの市民参加推進フォーラムでの審議経過委員名簿及び市民参加推進条例の関係規定を記載しております以上第3期市民参加推進計画骨子案の作成及び市民意見の募集につきましてのご報告でございますよろしくお願いいたしますはいどうもご苦労様でございました、えー、それではただいまの報告に対して質疑のある方挙手願います 平平山山さんかじゃあ平山副委員長どうぞただいま第3期の京都市の えー、市民参加推進計画ですね、まあ、これのパブリックコメントをまあ実施するんだという形でまあご報告を聞いたわけでございますけれども、まあ、この市民参加推進計画ですね、えー、これに関してです、ね、ちょっとこういう計画を定めている意義をまず改めて問いたいと思います。佐藤部長 この市民参加推進計画を定める意義でございますけれども、この計画が目指しております、参加と共同によって豊かで活力のある地域社会の実現を目指す、そのための取り組み、社会情勢に応じて取り組みを考えていく必要がある,からあることから、5年を超えない範囲で定めるということを、市民参加推進条例に規定してございます。 平山副委員長先ほどご答弁あったのは、これ、市民参加推進条例というところの条文の根拠ですわね、いわゆる意義というよりかは、まあ、まあ見直さなければいけないから、今回やるんだと、まあ、いうことでおっしゃってるわけですけれども、まあ、別にこれはその法律に書いてあるから見直されたらいいんですけれども、これ、500万円ほどですね、確か予算を計上して見直されるわけですね。となったら、ですね、まあ、僕らもあまり費用対効果とかって言いたくないですけれども、多額の。 予算を計上して、そして今回、ですね市民参加推進計画というのを示されるんだから、500万を投じてでも、ですねこの計画を策定する意味があるんだというですね、まあ、あのお話を聞きたいわけなんですね。まあ、ちなみに申し上げたら、ですねこの市民参加推進条例に基づいて、まあ、今回、この計画を策定されるわけでございますけれども、これはですね、まあ、例えば国から義務付けられているものなのか、また、 こういったものを策定すれば、こういったものを義務付け、えーまあ、策定すればです、ね、交付税措置なんかがなされるのか、自治事務でございまして、法定事務とか、そういうことはございませんし、あの国の補助。 あのまあ、一部、この計画を受けて行う事業なんかは、地方創生推進交付金を当てたりとかいうことはしておりますけれども、まあ、こういった分野そのものがあの国の補助対象になっているわけではないというふうに理解をしております平山副院長。じゃあまあ前段で確認ですけど、これは自治事務ですね、そしたら、じゃあ、国の交付税措置等があるわけじゃなくて、京都市が独自でされているものだというふうに理解しますね、ちなみに、ちなみにですけれども、これ、京都市以外の他都市にはこういったものがあるのか。 佐藤部長、はい、あの、まあ、政令市で申しますと全市にあろうかと思ってますがただあの、まあ、自治事務だけに各都市かなり個性がありまして、えー、多くの都市はそのなんていうの行政手続き的な意味合い。 あの直接請求とかですね、そういう手続きなり、その市政への参加という手続きを定めた取り組みなんかであの市民共同を,、まあ、を市民共同の趣旨としているあの自治体が多くございます。まあ、京都市は その市民の市政への参加の推進と、市民の自主的なまちづくり活動、これを車の両輪にしているというところで特色がございまして、そういう都市はまあ京都だけかなというふうに思っております平山副委員長。まあじゃあ、極めて厳しい財政状況の中、この車の両輪である特色を生かす計画を500万円もの予算をかけて、 実施する意義があるんだ、意味があるんだということを今からじゃあご説明いただけるものだと思って、そういった観点から私、数点質疑させていただきたいと思いますけれども、まあ、そのこれまでのね、例えば市民参加の取り組みであったり、現計画ですね、これ第2期の計画ですよ、この取り組みに関しては、どのように総括、統括されているのか、まずお答えいただきたいと思います。佐藤部長 現計画のあの総括にも関わるところでございます。むろんあのできたこと、できてないこと両方ございます。あのできたことということで申しますと。 市民の自主的なまちづくり活動、これは着実に進展していると思います。まあ、そういうのが、まちづくりお宝バンクの登録件数380件を超えて77、77%をコーディネートできている、まあ、そういうところに現れているというふうに思いますし、包括連携協定なんかの増加、進捗というようなこともございます。一方で参加の裾の の広がりはできていないというふうに思っていますあの市民総合アンケートなんかを通りますと参加をしていないというような方は行っていらっしゃって10年前の調査とそうあの大きく変わっていない横ばいという状況にございましてここは課題だというふうに考えております平山副委員長私ねその、まあ、市民お宝バンクですかね、まあ、そういった取り組みも大切かと思います、まあ、ただ こういったものはですね、まああのその、なんていうんですか、やっぱり大切なのはより裾野を広げるというのか、ね、そういったところじゃないかなと思いますよ。あのこの計画にです、ね、京都市は市民参加推進条例に基づき、市,市民参加を市政の運営の柱に据えとていうふうに書いてあるんですね。だから市政運営の柱がこう市民参加なわけでしょう。ってなったら、市政に市民が参加をすることが第一な話であって。まあこの お宝バンクなんかいうのも大切な話かもしれないですけれどもこれは幹の部分ではなく枝の部分であって幹の部分じゃないと思うんですねこれらの計画の幹っていうのは市民参加とかそういったことなんじゃないかなというふうに私は思うんですけれどもそういった意味で言うと例えば数値的にえ市民参加が柱ということで課題だとおっしゃってたけれども例えば市政協力員が新規で100人でも何百人でも増えたよとかですね えまあまあ選挙の投票率ですね、市会議員の市長選挙が増えましたけどね、そういった投票率が増えたよということが、ですね、まあ、こういう分かりやすい数値目標にはなろうかなというふうには思うんですけれども、そのあたりの分析に関してはいかがですか。佐藤部長 えまず最初に、市政への参加と、まちづくりの主体は行政だけではございませんので、市民の方々の自主的なまちづくり、これ、等しく両方大切だというふうに思っております。のその上で、市政参加なんでございますけれども、アンケートを取りまして、市,市,市民実感調査。 別のアンケートでは市政、えー、への関心というのは大体80%ぐらいございます一方で、まあ、先ほどの市政総合アンケートなんかでは市政に参加したことがあるというような方は40%ぐらいということであの横ばいになっています、まあ、この間を埋めるということが非常に重要だというふうに思っていましてそのなぜ参加をされないかというような理由を、まあ、同じアンケートで聞いてまして、まあ、それをあの見ますと まあ時間的制約と身体精神的な負担とあとまあ参加をしてもちゃんと反映されるというような実感が湧かないからまあこの,あの3つが非常に多い回答でした、まあ、ここを改善しなければいけないというふうに思ってます、あのー、今回コロナ禍でまあいろんな活動のスタイルが変わりましてそのまあ参加のハードルを下げる取り組みというのは 多く考えうる状況かなというふうに思ってます、まあ、これは古紙ですので具体的な対策なんかは書かれておりませんけれども、まあ、本札の策定に向けてはそういったことも考えていきたいというふうに考えております。 平山副委員長で今、そのギャップを埋めることが大切だと、まあ、いうことで、ご答弁あったわけでございますけれども、じゃ例えばですね、まあ、ここには記載ありませんよ、今、骨子だからということかもしれないんですけれども、500万円のま予算をかけて、ですねこういったものをパブリックコメントをして実証すると、となったら、ですねこれ、本計画には、例えば先ほどのギャップですね、市政に関心がある人8割、やけれども、参画したことがある人4割ってなったら、この4割を埋めないといけないわけですね。じゃあ例えば 市政協力委員ですね新規で、えー、300人になっていただいたとか、投票率を5%上げたよとか、これがあってですよ。そういった目標とかをじゃあ立てられるという理解でよろしいですか、私。佐藤部長、はいあのまあ明確な数値目標ということかと思います。あのまあこの計画まあ今のこのこしあるいは現二期の計画はまあ。 理念とか考え方をしっかりと書き込んで、まあ、取り組み例を掲げ横展開を期待する、まあ、そういうあの計画なんですがご指摘を受けましてあの、まあ、数値の目標指標みたいなものを掲げて、えーまあ、その数値を実現するために新たな取り組みが考案される、まあ、そういう計画になるように、まあ、ここであのちょっとどういう指標をということはあの まだお答えできませんけれども、まあ、本札の策定に向けては、あ考えていきたいと思います、あの内容につきましては、市民参加推進フォーラムなんかにもお諮りして、議論をしてまいります平山副委員長、そしたらですね、えーまあ、ちょっとかな聞き方変えますけれども、まあ、今回の,その第3期ですね、また現計画も含めて、この市民参加推進計画がなかったらできなかった事業っていうのは何なのか、またできない事業は何なのか。 その辺はいかかがですか佐藤部長、はいあのおまあ、行政計画、多くのものがそうだと思いますけれども、えー、計画があることで、まあ、例えばその進捗管理をするものでありますとか、まあ、目標とか理念を共有することで、えーまあ、皆が同じような行動を取っていくというところに、あのまあ、行政の計画の多くは、あの意義があるのかなというふうに思ってます。でこの,あの 現在の市民参加推進計画ですね、まあ、数値目標はなくて、えー、理念とか考え方が書いているんですけれども、まあ、それも各局にしっかりと落とし込む中で、えーまあ、その理念、考え方に沿った各局の行動っていうのは、実際に生まれてきているというふうに思います。先ほどちょっとあの 連携協定のお話をしましたけれども、まあ、企業さんとの連携協定普通に申し込みをして自宅をしてもらう、まあ、それだけであればかつてからあったんですが、まあ、新しいあの連携協定なんかでしたら、まあ、課題を共有し対話をしお互いのシーズを出し合って、えー、できることを生み出してくる、まあ、そういう過程をもって例えば直近でしたらセブンイレブン・ジャパンさんで、えー、あの コロナ禍で売れ残っていた地元の野菜をコンビニの店舗で販売するとかですね、物産出品協会さんと連携をして、お土産品を店頭で売る、そういう新たなあの取り組みにもつながっています、具体的にこれがこれがということでは、なかなかあの混在しているという状態かと思いますけれども、そういうアクションにはつながっているということはあの申し上げられるというふうに思います。 平山副委員長まあそうしたらね、あの民間の経営計画とかそんなんとは違うから、それもよくわかるんですよ。ただね、だから理念とか目標を示して、そういった行動計画なんだっていうのもわかるんですよ。だから別にここに書いてある未来像であったり、そういったものは私、いいと思うんですね。ただ、私が問いたいのは、これを今、500万円かけて、パブリックコメントを実施をして、そして、 えーまあ、その市民参加ですかね、それの推進を図るんだというところに、今、厳しい財政状況の中に、500万、これ予算を投じてやる意味が本当にあるのかという議論をしたいんですよ。ってなったら、ですね例えばこの計画が500万あってです、ね、で1000万以上の経済効果を生むんだ、財政効果を生むんだというのやったら分かりやすいですよ、ただ、そういうもんではないということですよね、そういうもんではないけれども、そうなんだというふうに説明をいただかないとなかなか。 納得できないわけですよこちらとしては。だからで、ね、本当に500万投じても必要な計画なんだということをお示しいただきたいと思うんですけどいかがですか。佐藤部長はいあの説明が不足してたというふうに思います。あのこういうそのまあ財政もそうですしコロナもそうですしまあ危機的な状況だからこそお市民の市政の参加あるいは市民と共同してでのお新しい取り組みの創出というのは非常に 大切だというふうに思ってます。で、えー、まあ、特にこの SDGs の機運なんかで企業様方があの姿勢課題に非常に関心を持っていただいてて、何か一緒に取り組みできないかと、まあ、そういうお話もよくいただいたりしています。そういう機運をちゃんと掴んで。 えまあ共同し、企業のシーズを姿勢にしっかりと生かしていくこともそうですし、ひいてはえ京都への投資とか、大学等との連携による関係人口の確保、そういったことにもしっかりとつなげていきたいというふうに思いますま。参加と共同という観点からも、京都市財政にも貢献していく、いける、そういう計画にしてまいります。 平山副委員長そしたらこれ、なんか次年度500億円足りません、危機的な財政状況なんです、もっと皆さん、市政に興味を持ってくださいという言い方が適切かどうか分かりませんけれども、まあ、そういったことは書いてないわけですよね、あまり、まあ、コロナのこと、少し書いてあるかどうか分かりませんけれども。というように、ですね私はさっきからこれ、デジタル化の課題であったり、ですねこういった取り組みを、まあ、例えば人口を増やすとか、そういったことにつなげていかないといけないと。 まあいうようよなことですね、まあ、そういったこともどうかと思ったんですけれども、これやはりそ、それだけね、やはりその自治事務でやってるわけでしょ、京都市の独自の自治事務でやって、法定自宅でもないし、交付税措置がなされるわけでもないし、自治として500万かけて、しっかりと市民参加を図っていく、そういった気概を持ってやっていただく計画としていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。下妻総合企画局長 はい、あの市民参加推進計画、これ、あの全国に先駆けて京都市が、えー、制定した市民参加推進条例に基づいて、えー、作る計画でございまして、あのいろんなあの行政計画がありますけれども、それぞれに、まあ、パブリックコメントを取ってると思うんですけれども、市民参加の,、まああの計画ですので、もうこパブリックコメントをここで取るということは非常に重要なことだと思います。そしして先生ご指摘の通り非常に厳しい えー、財政状況でもございますしまたあのコロナの危機もございます、まあ、そういった中でもやはり市民参加というのは市政の、まあ、基本の基本だというふうに思っておりますし、えー、財政が厳しい中でもですね危機の中であってもだからこそですね、えー、この市民多様な主体の連携共同というのが必要になってくると思います。えー 市民参加の理念を広く共有しまして、そしてこれを効率的、効果的な姿勢運営につなげていくということで、しっかりと市民の皆様ともさまざまな情報共有を図りながら、えー、姿勢を進めていく、そのためのもう基本となるような計画にしていきたいと、そういう決意で取り組んでまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。よろ,よろしし、はいですかそれでは進行します加藤委員 加藤委員よろししくお願いいたしますあの、まあ、先ほどの,あの平山委員の質疑を聞きながらなるほどなというふうに思って聞いていたんですがもともと市民参加推進条例という、まあ、根拠になる条例があってあの随時計画を定めてこられたということでありまして。 あのまず大前提はあの、先ほどもあったあの市民参加保障するっていうのは、大変重要なあの行政の役割だっていうことですよねあの。権利の主体である市民に対して行政が市政参加を保障するんだと、その上でこういうこの計画もそうですし、さまざまなあの進捗管理も図ってこられたと。 とということであると思っております、まあ、その点でこの計画そのものをねあの重要なものだというふうに私自身は捉えているってことはまず申し上げておきたいのとあとあの市民参加を保障する上であでいくつか先ほども答弁の中で鍵になるなというふうに思うことのご答弁がありました姿勢に関心を持っておられる方が8割。 しかし実際の参加は4割とこのギャップはどこから生まれるのかということに関わることがあのやはりクリアされていかないとだめなんだろうなというふうに思うんですねでその観点から言いますと一つは私はあの情報公開ということがあの重要ではないかなというふうに思っておりますあの行政というのはあの 膨大な行政情報をあの持っているわけで、あのそれをその権利の主体者である市民に対してあの、いかに最大限公開していくのか、ここにあの心を砕かなければならないというふうに思っております。つまり、公開なくして参加なしと、よく言われる言葉だと思うんですけどね。で、あのこ,これがどこまで進んだのかと。 いうのをぜひね、最初にお伺いしたいなというふうに思うんです。あの改めておさらいしておきたいんですけれども、あの住民参加推進条例の中の第3条に、あの京都市の責務というのが書かれておりますね、えー。京都市情報公開条例の趣旨にのっとり、情報の提供および公開を推進することにより、政策の形成、 実施および評価の一連の過程における透明性を向上させるとで、政策の目的、内容、効果等を市民に分かりやすく説明する責任を果たして、もって市民がこれら一連の過程において、市政に参加することができるよう、その機会の確保に努めなければならないと、これはあの京都市の責務だということでありまして、この 今述べました責務がどのようにこの果たされてきたのか、どう進んだのか、ちょっと実施状況もいろいろ見てはいたんですけれども、まずあの総括的にですね今述べた情報公開という観点から、条例の制定やあの第1期の計画以降のところで、どれだけの進捗が図ってこられたのか。あの これ具体的にあの実は条例制定の時の市議会の議論あの検索もかけてみたんですけれどもねうちの会派からも議論されていてあの非公開情報以外の情報をいかに公開するのかというこういうやり取りをしてあのいましたあのそういう余さず公開をする非公開情報以外はということがどれだけ進められてきたのかっていうことを。 まずあの到達点、ご説明をいただきたいと思います佐藤 SDGs 市民共同推進部長、はいえー、あの公文書公開条例に基づくそのあの事業の実施状況というのは、ちょっと今、手元になかなかないんですけれども、まあ、市民参加という分野から、あのどのような活動があったかということで、えー、ご紹介をさせていただきますと。 例えば、あのまあ、今回もパブリックコメントをいたしますが、このパブリックコメントの平均意見数、あのこの制度が始まった平成15年当時は67件、1回あたり67件程度であったものが、459件まで伸長したとか、あるいはその公募委員が在籍するあの付属機関の割合。あのまあ 在籍が可能な付属機関におけるということなんですけれども、それが28.9%から93.8%になったとか、出前トーク、この利用件数が年間13件から132件になったとか、そういう形で、積極的に市の事業とか課題意識というのをご説明させていただくような取り組みは進めてきたというふうに考えております。今のはですね、まあ あのパブコメなんかも、あの私自身の,その情報公開という言葉の響きからあのものをそ想像するものと少し観点が違うかなというふうに思うんですね。あのえー、行政が、えー、持っている膨大なあの情報を最大限、えー、市民に公開されているのかどうか。 まあこれあの漠然と言ってもなかなか難しいのかもしれませんけれども、何らかの指標を持ってね、そこはあのふさわしい公開がされているのかっていうことは、ちょっとあの検証できるようなね、物差しをぜひ準備していただきたいなというふうにあの思います。それで言いますと、この計画そのものにも、情報の発信っていう表現はあるんですけれども、情報を公開する。 権利の主体者である市民に公開するっていうね、こういうこの,あの立ち位置からの、えー、表記というのも、ぜひ、えー、求めておきたいなというふうに思います。えー、先ほどの,あの議論に関わって、もう一点ね、参加が進まないということに関わって、あの重要な鍵を握るなというふうに感じますのはあの、市民の声は聞き置くだけというのは市民参加じゃないと。<laughs> つまりね あのさっきアンケートでいろいろ声を聞かれてその自らが参加したことによって自らの声が反映されるということがなければそれはあの参加しようというふうには誰も思わないわけでそこの,あの見届けといいますかそれが本当に達成されているのかどうかっていうあの観点が大事ではないかなというふうにあの思っています。これあの えー、市民参加推進計画に基づく、えー、実施状況というのはいつもこれ配っていただいていてこれ見ますとあの、えー、市民の手応えにつながる市政の参加の結果の公表という項目がありまして、えー、20歳以上の市民4000人を対象に意識調査をされたと。で あの市民の意見を市政に反映させることを目的に実施した市政総合アンケート等の結果について、京都市情報館等で公表したっていう、この記述があるんですけどね、つまりね、まああの、何が言いたいかと言いますと、自分の声が京都市政に届いて、それが実現したと、もともとの市政の在り方が変わったと。 いうようよなことがねやっぱり実際に起きないとあのわざわざ忙しい中時間を割いて参加しようとはならないわけでそこがあのいかにこの市民の声が反映したのかっていうことがあのもう一つの物差しとしては検証されていくべきだろうなというふうに思うんですで。のこのの市民の声を反映させるという点で 物差しを作って検証していただきたいということが1つともう1つは、やはりあの職員さんのね対応ですね、民主主義は時間がかかると、いろんな意見をあの市民から聞いてえーそれを反映させていこうというふうになるとこれが決まった方針だって言って押し付けるよりもものすごい労力と時間がかかるわけですよね。そういうい点で言えばあの まず人としても住民意見をいかに反映させるのか、先ほど冒頭でやり取りさせていただいた、権利の主体は市民なんだということを認識して、その立場からあの実際にそういうこの業務に熟達する職員を作っていくということが重要でありますし、そのためには、私どもずっと言っておりますけれども、十分な職員体制がね、必要だというふうに思っております。 そういうアプローチもこの計画の中にあのはっきり明記をしていただきたいと思いいいますがいかがかかでしょうか佐藤部長、はい、あのいただいたご意見の,あの行政への反映という部分なんですけれどもあのここでいうその反映と申しますのはあのその思いの通りになるということではなくてあのきご意見をちゃんと頂戴してえ検討がなされて、まあ、その結果があの あのわ分かるといいますかあの示されるというようなことかというふうに思っています。であのまあお聞きする場につきましてもその要望をお受けする、まあ、それに対して説明をするということだけですとなかなかその理解というのは進みがたいっていうところがあ,のあるなというふうに実感しておりまして147万さまざまな理解ご意見を持ったあ 方がいらっしゃさまざまあ様々な意見があられる方をとあのまあ対等な立場で対話をするとまあそういう中でお互いその学び信頼関係を深めるというのがあのまあ信頼を育む対話というのが今回あのテーマというふうにも挙げさせていただいております。 あのまあ、そういう形で、えー、学びや信頼、まああの、思い通りになるかならないかということではなくって、えーまあ、対話を通じて学び、信頼が育まれる、まあ、そういう対話のあり方みたいなものはあ、追求してまいりたいなというふうに考えております加藤委員あのやはりね、参加してよかったなっていうふうにあの、市民の方が感じていただける、その鍵はどこにあるかといえば。 あのもともと行政が何らかのこの A というあのプランを持っていたとでそれに対して意見をさまざまな皆さんがあの市民の皆さん出されたとでそれはその一様な意見には大体ならないわけで A さん B さん C さんさまざまな意見が出されたとでそれがいろいろ議論された末にもともとの行政のプランがあの全部は変わらなかったけれども議論尽くした上で もともとのやつとは少し違ったあの要素も加味したような計画になったとだから自分の意見が通ったかどうかっていうことではなくて必要な議論が尽くされたそこは多分同じこと言っておられると思うんですけどそれと変わったっていうねもともとの行政サイドの,あの中身が全部じゃなくても必要な意見を反映されて変化したこの実感が得られるかどうかだというふうに 思いますのであのなかなかこの持ってもらった話でもう恐縮なんですがそういうことをやはりあの計画の中に落とし込んでいただきたいなというふうに思います最後にあの3点目なんですがあの先ほど参加をめぐって何度も引用して申し訳ないですがあの課題だなあということで声を聞かれた時に時間的制約とか心身の負担というのがあるっていう誤解とあったということなんですけど。 私あの特にとりわけまちづくりなどはですねあの女性の方や男性の方あの性の多様性いろんな方が参加しておられるかどうかっていうのがあの大変大事ではないかなとあの忙しいお家の用事も持って抱えておられる主婦の方でも参加できるような活動形態になってるのかどうか働いておられる女性の方でも男性の方でも なんとかこのやりくりして効率的にみんなの意思疎通が図れるような活動になっているのかどうかっていうのは構成メンバーの多様性に規定されるところがかなりあるんではないかなというふうに思っておりますあのその点で言いますと今回の,あの計画の,あの案のところの8ページのところに改めて SDGs の,の開発目標の紹介があるんですけれどもあの ジェンダー平等ですね私はあのもう今後京都市がいろんな計画を出してきたらずっとこれジェンダー平等の指標が反映してますかって質問し続けようと思ってるんですけどあのやっぱりあのジェンダー平等というのをこの位置づけてねあのこの計画の中にも落とし込んでいくっていうことがあの大事ではないかなと多様な個人が参加しているという姿をあの思い描けるような ものにしていくということが必要だというふうに思っております。あの現段階でジェンダー平等の視点がこの計画にどう踏まえられているのかご紹介いただけるものがあればですね、あの紹介いただきたいと思います。佐藤部長。えー まあ性別はじめジェンダーの,あの平等という部分でございますけれどもあの今の計画の中でもえまあ男女共同参画推進室なんかとは連携をいたしましてえ取り組みを進めてまいりました例えばそのまあ当初は女性委員の割合という形で手法をとっておりました今現在はその男性女性どちらの性別であれあのその構成割合が35%を 超えることと、まあ、そういうあの指標になっておりますけれども、まあ、これが、えーまあ、超えるその審議会の割合が平成15年には26%であったものが、えー、元年度にはあ、まあ、男性女性問わず67.4%になっているというような状況がございます。 新しい計画でどのような取り組み例を挙げるかというような部分につきましても、文化市民局と連携しながら、検討してままいりますぜひですね、冒頭にもあの申し上げましたけれども、あの市民参加というのは、あの市民の権利でありますので、それあの最大限保障するその立場から、あの大いに旺盛に取り組んでいただきたいと思います終わります。 進行します。大動院どうぞ。大動院え大変ご苦労さんでございます。えっと、時間が、まあ、迫っておりますので、あの、私ども簡単に。あの、ご質問をさせていただきたいと思います。あの、この、先ほど、平山副委員長。の方からもお話がありましたけれども。あの、もともと、あの、市民参加推進条例が、あの、できましたときに。 平成15年ぐらいでしたと思いますけれども、私も議員をさせていただいてて、非常にこの条例が難産だったんですね、議会として。で、あの当時、増本さんでしたでしょうか、あのその駆け引きといいますか、やり取りがありまして、一旦条例提案が延期したというようなあの経過がございました。それだけあの各会派、あるいはあの市民の考え方、でニーズですね。 そうしたものの認識というのが当時から多様化しておりましてですねどういったものがその市民参加となり得るものなのかそして行政の皆さんが市民参加といった場合にどういうものを目標にされるのかということが非常に曖昧な中でまあ曖昧といいますかあの不透明な中でですね来たように私は実感をしております。といいますのは特にあの全国と違って京都市はあの市民 えー、市政協力委員というです、ねまあ、独自ともいえるあの京都の伝統的なその制度がありましてです、ね、でこういう中でじゃあ何が市民参加がされてないから条例作るのかとか、まあ、いろんなことが議論がされたわけですであれ以来です、ね、ずっと、まあ、これ今日まで来てますけれども、えー、まずあの私もこの委員会にあんまり所属しなかったので、えー、認識不足だったら指摘いただきたいんですが。 この条例がです、ね、今日までもう十数年経ってますけれども、改正されたり、見直されたり、条例そのものの条文が変わったりです、ね、した経過というものはあるのかないのか、この点についてはちょっとお伺いしたいと思います佐藤 SDGs 市民共同推進部長、はい、あの規定整備的なところはちょっとあの把握できてないんですけれども、あの条例そのものがあの改正されたということはないというふうに承知しております。大動員 まあ私はあの即これが条例改正にという意味で思うしているわけではないんですが今回のパブコメはですね非常に注目をしておりますと言いますのはあのコロナでありますこのコロナが今年1年非常にあの市民の皆さんも支え合いとかですねつながるとかいうことの,その日常生活が非常に意識改革を含めて変わったもんですからおそらくですねこれあの1月末ほどまで市民参加のこの 込みをされれると思いますけれど皆さん方がお願いしたいのは今回ほどその市民参加の声がどう出るかというのがですねちょっとなかなか予想つかないんじゃないかとまた今までのものとは全く違うんじゃないかということでえまあ白紙にしてですね意識をえ捉える必要があるんじゃないかというように思っています。ううそういういことを意味であのしっかりですね市民の皆さんにあの たくさんの意見をいただけるようにですねお願いをしたいというふうに思いますそれと先ほど条例のお話もしましたけれども私はあのコロナの併せましてえ今回ですね2ページ目でしたかまとめていただいているこの右側の社会情勢の変化というところでま4点社会課題の複雑化対応化これはまあ今までもあった話ですれから2番目に新たに SDGs の広がりと いう認識を提示されましたでさらにまあ今の新型コロナのものそしてソサイティ5.0ということで、まあ、これからの社会の必要不可欠な社会認識をですね明確にこの示されておるもんですので,でこれから考えてもですねやはりあの私たち市民が京都市民という場合もありますしそれから広域行政的にですね あの京都でお仕事をされてる人京都に関わりのある人これも市民として言っていいかどうかということもあるんですけれども、まあ、そういうことが考えますと先ほどの条例でもですね第14条からなる条例の中の,市民,との市民ということの定義もあまり記載されてません今の条例ではですねどこまでも京都市民というのが原則原理原則になってますのでこれはこれでわかるんですけれどもしかし 行政の皆さん方が受けていかれる、あるいは受けなければならない行政需要というのは、実は京都市民だけじゃなくなってきているだと思うんですね、例えば観光局もそうでしょうしで、そういうことを考えると、新たな第3期のこの市民参加の推進計画についても、ですね、まあ、そうしたところの落とし込みをしっかり議論していただく必要があるんではないかと、このように認識しておりますこれも、この点についてもしっかりお願いしたいと思います。 で特にですね今回 SDGs の取り組みをあの入れ入れて行かれるというかまああのそれにこの認識に背景があるということはですね非常に重要な感覚なんですけれどもまあこういった点についてですね改めてちょっと確認をさせていただきたいと思いますその背景についてお教えていただきたいと思います佐藤部長あの SDGs の気運の高まり特にあのコロナ の状況によって加速された部分もあろうかというふうに思っております。あの非常にその事業のあの維持にあの苦しんでおられる事業者様もいらっしゃる一方で、こういうその変革の時代だから SDGs の。 あのまあ実現視点を経営戦略にしっかり取り組んでいかな取り込んでいかなければいけないっていうような動きも確実に出てきておりまして、えー、まあ私どものところにもあの何か一緒にできないかというようなご相談が上がってきているというところでございますまあこうした機運を生かしましてその民間の力あるいは共同によ民間の力をあのお貸しいただくあるいは共同によって、えー、まあ姿勢 の選択肢を広げていく、あるいはその財政負担を時には和らげると、投資につなげる、そういったことも非常に必要だというふうに考えておりまして、重視する視点には、共同による課題解決への挑戦を掲げさせていただいております大道院あの市民参加といった場合、先ほども申しましたけれども、あのターゲットとなる方々の市民といった場合は、 やはり、政協力員の方もいらっしゃるし、一市民の方もいらっしゃるし、それから NPO の団体、市民運動をされている方、いろいろ多種多様だと思うんですね、そういうファクターがある、一方、その事業者という面もある、民間事業者もある、こうしたものの総合力で、京都市政を後押し、支えていただけるということが基本でございますけれども、その精神的支柱、精神的に基盤となるのが、この SDGs と。 いう共通認識だと思うんですね。まあ、そういう意味では、これ、しっかりお願いしたいと思います。で私がちょうど一年半か二年ほど前にですね。市長総括だったと思いますが、市長さんに、内閣府が当時、二千十八年にあの打ち出しました。SDGS 未来都市というものがございまして、二千十八年には、だいたい二十九、もともと三十ぐらいの都市をあの。 選定していくという流れがあったんですけれどもあの、これに京都市もどうですかというご提案を申し上げたんですが、まあ、その時は財政支援もなければ、あまり、あのどう,うですかね、えーまあ、魅力はあったとしても、えー、ちょっとその実効性がないんじゃないかというようなあの趣旨の答弁がございまして、まあ、断念をされた雰囲気で思,思っているんですね。まあ、しかし、私はあのこれ、3年いよいよ経ちましてですね、 全国的に見ますと非常にこれ政令市も含めて頑張ってるわけです。で SDGs の未来都市ということにあのモデル都市とかいろいろされますと特に30のうちの10ぐらいに選ばれますとですね、まあ、補助金も出たりしてですね、えー、頑張れるということで、えー、現在横浜とか静岡浜松堺北九州、まあ、そこそこのですねあの市はあのやはり頑張ってらっしゃってそういう未来都市のものになっているで。特に あの京都市はですねあの私が注目したのは富山市なんですねで富山市はレジリエンスシティの京都とあの日本の中で2つだけですわな都市が選ばれたのでこの富山市も SDGs の未来都市に選定されてるわけですで本家本物の京都はですねやっぱり私はあのもうそろそろあの今回のこの策定を機にですね、えーまあ、早々にやっぱり検討していただいてあの もうその内外にですね発信していくその力として、そういうまあポジションをねしっかり位置づけるべきではないかと、このように認識をしているんですけれども、最後にこの点についてのですね今後の検討、あるいは方向性についてのご見解をお示しいただいて終わりたいと思います。佐藤部長 SDGs 未来都市についてでございます。あの過去応募に、応募について検討いたしまして、あの先生ご指摘のとおり、まあ、財政面でのメリットがないということで、えー、応募は見送っていたところでございます。あの昨今、多くの政令市が未来都市にあの登録をされて、えー、SDGs の機運の盛り上がりもある。SDGs SD が 目指す価値観がまあ持続可能な社会構築においてより重要な意味を持っているっていうことはあの社会の共通の認識になりつつあるというふうに思っています。まあこの未来都市に登録されれば域外のあの企業様とのつながりなんかもあのまあつながりやすくなるというようなメリットもあるというふうに思っています。ただあのこの SDGs 未来都市なんですけれどもあのまあ発信力に 強化発信力が強化されるというようなメリットがある一方で、まあ、申請する際にはえ、経済、社会、環境の3分野をつなぐ新たな事業を立てなければいけないという制約がございまして、まあ、あのそこに対するあの財政面のメリットがあまりないというようなことをあの過去、申し上げてたんですけれどもあのそ、その状況はあまり現在も変わっていないところがございます。あのこうした事業があの具体化される際には SDGs 未来都市の応募ということもしっかりと検討していきたいというふうに考えております大部長のおっしゃる通りだと思います、あの平成20年にです、ね、京都市はあの環境モデル都市を認定されて、でその後です、ね、環境未来都市に応募したんですけれども、まあ、残念ながら選定されなかったという経過もございます。で今あの部長さんおっっしゃったように、まあ、環境ととかか観光とか あの経済とかですね、まあ、そういうあのものとの具体的なその打ち出し政策のビジョンですねそうしたものを相まってでそれがあって初めて SDGs のですねあのがあの、まあ、後押しできる理念であるということに今なっているんですけれどもあの例えばですね横浜なんかは、まあ、どっちかというと国際都市です。それから 北九州なんかはもうずっとこれ先倍特許で環境の話ばっかりで打ち出したってで SDGs のこの未来都市もですね確かあそこはあのアジア圏のですねあの経済協定圏のここのところでもあの未来都市に選ばれたとかですねいうことであってまあ国際戦略がしっかりしてるわけですねどこの都市も。で京都は私はあのこの SDGs をあの これからあの未来都市を仮に認定に向けてですねさまざまな課題を考える場合に今部長おっしゃったようにこの総合企画の中で例えば国際戦略とかあこんなんできますわなまあそういったものとかから特に観光という面とかこういうものをしっかり打ち出してですねもともと環境なんかはもう強い分野ですからまあいかにそれがあのもうそろそろ木は熟してきてると思うのであとは仕掛けとかあのその練り方といいますか。 いうことになると思いますので、ですねぜひ、まあ、ともあの今回の,あのパブリックコメントをしっかり私は動向を見ていただいた上でで、すねこれからわれわれが京都が目指す新たなあの次の未来へですね頑張ってもらうための大きな試金石になるものだと思いますので、頑張っていただきたいと思います。以上で終わりります下妻総合企画局長あの先生ご指摘の通りあの 昨今、まああの環境あるいは、えー、国際化、えー、こういったところ、えー、京都の都市核にとっても非常に重要なあのご指摘かと思っております。まああの部長申しましたように、あの新たなモデ,モデル事業のまあ見通しも見極めながらですね、えー、しっかりと検討してまいりたいというふうに思っております。よろしいですか。はいえ。他にございませんでしょうか。えじゃあ都民どうぞ。 これあの説明も聞いてざっとこの古紙を読ませていただきましたちょっと観点変わるんですがねあの職員の意識行動の推進体制これ2ページ目のところそれから最後の方にも職員の意識まあ職員の意識」になってますがその「 私ちょっと聞きたいのは、まあ、これはあの以前所属してたあのかんえ文化市民協会入ってる常任委員会でもあの条例を作る時でもいろいろやってみたんですけどあのや,やり取りさせてもらったんですがその1万今3千数百人いらっしゃる職員さんの中でですね例えばその地域の中で。 いろんな各種団体に入ってまあ特に土曜日日曜日ね社会福祉協議会の団体とかそれからボランティアの団体とかでまあ体育振興会とかそういうところでね市の職員さんで自らが地域に入ってそしていろんな方々とその活動されてる方々がいる方々が 以前ととあんんまり変わららなないいほとんどおられない私の知る限りでは私は山科ですがいろんな方とお付き合いさせていただいています三十数年やってるわけですからでも職員さんで若い方でも例えばおやじの会とかですねそういう中でその PTA 活動は まあ別としてですよそういってボランティアでやってられる方が市の職員さんというのがねおられないのが非常に残念なんですね。でこういうことからねまず皆さんがやっぱりそのこれだけ今高齢化してですね各コミュニティ町内のコミュニティが非常にやりづらい時期でまあ特にコロナも追い打ちかけてますが。 その総合各局さんとしてですねそういうところまであの掘り下げてね例えば文化市民局の市民部とか各区役所とかのまちのづくり推進室ですかとのその連携とかそんな取った上でこれねやってられるのかどうかもう一つ言います京都市の職員さんの中で京都市域外に住んでおられる方がたくさんいらっしゃるわけです。 安いところで求めて滋賀県私この間161号線走っててである滋賀県の、まあ、大津市のある学の連合会長と一緒に走っとったら今日ここね富さん見てるのはこれうちの学ですけど京都市からたくさん、あのー、田んぼが要するに全部、あのー、あれになって、えー、一戸建て住宅になって。 ほとんどからほとんど京都市さんです」って言うんですよ。京都市の職員さんもやはりますって言ったでねもう残念でねで僕はねやっぱりこういうところから一つはその理念はよろしいよこれ読んだらねいいこと書いてあるけどこういうところからねまずねやっぱり掘り下げてそしてやっぱりパブリックコメント取ってほしいなと。 それなしに単に総客としてこれ仕事やからこういう形で取りますと言うてもね私ねはっきり言ってね僕らは地域にいる人間なんで皆さんは役所で働いてられるだからものすごくギャップ感じてるんですこれね今だけの話じゃないこれずーっと言い続けてきた今まででも変わってない職員さんは優秀今から20年30年前と比べたら優秀な職員さんは増えてきた 人数も少ないんだただ、優秀な職金さんがおられる、しかしながら地域では、全然20年、30年前と変わってない、そして地域の中に入って一生懸命やってられる方って少ない、その辺については、総合企画局との担当者としてはどうお考えでしょうか佐藤 SDGs 市民共同推進部長。はい、あの昨年の 局別だったかと思うんですけれども、あの富先生からあの京都市職員の市内居住と京都創生という切り口であのご指摘をいただいたというふうに記憶しています。あのまあ、そういうご指摘をいただいているということを、をあのこちらの審議会、市民参加推進フォーラムでもあの議論をしたことがございましてあの、そういったこともあって、えー、12月にいただいたあ提言、あ そうですね、提言の書の中では、まあ、職員自身が社会的活動により積極的に参加する必要がある、そういうあの一文があの書かれておりました、やっぱり自治会活動におきましても、その一般の市民活動におきましても、職員の,その顔が見える、そういう存在が必要だというようなことを。 あの強く言われております、まあ、今回の講師ではあの最後の取り組み3のところに少しだけ触れさせていただいておりますけれどもあのまあ具体的なその推進例だけではなくって、まあ、計画策定した後もそれにのっとった取り組みを していかなければいけないというふうに考えております。あの文化市民局の地域実推進室とはあの課長級職員が、えー、県職になっているというような形の連携関係もございますけれども、まあ行財政局なんかとも連携して、えー、しっかりと検討深めていきたいというふうに考えております。富見あのねあの民間でずっと仕事されてきてで六十歳で定年になって で65歳まで、まあ、そこの民間の会社で再任用とかそれからまた違うところでねそこの系列会社で5年間おられて辞められてそして地域のボランティアに参加されてる方いらっしゃいますしかしながら私知る限り京都市の OB の方ですねわずかしかやらへんわずかしかやらへん 本当に寂しいことでねで僕はやっぱりそういうことをね、まあ、文化市民局とかそういうところとの市民部の皆さんとかですね今の現状の問題を先ほど何回も言うようにこの間もあの今おっしゃってだいたようにやりましたねこのそこで止まってるんですよ皆さんそこから何もできてないじゃないでそういう方がね一人でも二人でもいらっしゃったらね 私は、ね、単に京都市の,あのいろんなこの会があって行事があって区長が単なる挨拶だけしてそこであの副区長のねあの紹介とかね理事者の紹介理事者かだけで終わってるんだよこれ何もならんわけですよ。だから私はやっぱりそういう方がそういう方がおられたら例えばまちづくりアドバイザーって京都のように そういういい方々がいらっしゃるねと職員さんでいっぺん連れてくるわなとか初めてそれで市民が分かるんですよ。私たちもいろんな地域の中に今年はコロナでなかなかできなかったけどもいろんなところへ行ってねだからいい話をしてねで聞くと分からないから区役所の方で相談してまちづくりアドバイザーさん,さんうち区役所に貼るかと言ってでそして 話を聞いてまた会ってもらったりとか私らが区役所を連れて行った初めてそこで分かるんです皆さんが。あ京都市ってこういうとこなんやなと。しかし今のところねパイプになってるのは職員さんじゃないんですよ。一番多いのは地域での自治連合会の役員さんとか各種団体の役員さんをやっていただいている方々が。 パイプになっていただいたり、我々議会の議員がパイプになって、初めて分かるんです。ここを押さえてほしい、ここここをきちっと押さえなきゃね、私はこれ、パブリックコメント取ったとしても、皆さんにはパブリックコメント取ったらあ、あこういう傾向なんだなっていう、じゃあそれを今後どうしていく,いくんだっていうところ、先ほどもなんか議論あったけど、じゃあ、そこからどうしていくんだっていうので、今までもパブリックコメントもいろいろこういう。 形で文化市民教育も取っ,て取ってきたわでも取るだけで分析するだけでじゃあどうしたらいいんだとなった時にできてない僕はここがね一番やっぱり残念なとこやなと私はこういうふうに思ってるんですそれについてはまあ皆さんに聞くのはあのもうあの申し訳ないとは思うんやけども でも現実の問題としてそういうことですからあのぜひその辺をですねやっぱり把握した中でそして各区役所と連携しながらそしてまたあの市職員さんに対してやっぱり地域に入ってきなさいとできるだけ民間の社員さんだってね忙しいねみんなそれは皆さんと一緒やせやけどもちゃんとね ややややっっぱりボランティアるる人やるわけや実際の話だからそういうこともやっぱりよく皆さん見ていただいて管理職の皆さんも若い頃も思い出してもらってそしてそれを今の若い職員さんにですねやっぱりできるだけ地域に入っていろんなやっぱり勉強もなりますしねそしてあこういう方もいらっしゃるんだなこういう層の方もいらっしゃるんだなそこで初めて生きてくるのがこれなんですわ。 私はそう思ってるんです、まあ、最後に皆さんのご見解を聞いて終わらせてもらいます。下妻総合企画局長あの今回提言をいただきましたこの,あの審議会のメンバーの中でもずっと務めてそ,そしてやっとこの,あの審議会の委員になって初めて分かったことが多かったというお話をされまして私どもの職員もあの大いに刺激を受けた。 いいう場面もございましたあの私どもまあ市の職員であると同時に、えー、市民でありますしまた地域社会の一員でありますそのまあ原点というのをですねそれぞれのやっぱり地元でしっかりとあのまあ、もう一度見つめ直すということも大事だと思っておりますし、えー、市長もまあ,あの折に触れてですねなかなかあの居住地があの 京都市外の職員もおりますけれども、なかなかあの言いにくいことですけども、まああの、場面、場面でそういったことも申しております。また、あの今回のパブリックコメントを取りますときにもあの、区役所、えー、文化市民局と十分連携をいたしまして、これもあの市長をトップとする推進体制がございますので、えー、そこを実質的にあのしっかりと機能できるように、えー、しっかりと頑張っていきたいというふうに思っておりますいいですか、はほ、い、か、えー、にございませんでしょうか。 じゃなければ以上で総合企画局を終わります理事者の皆さんどうもご苦労様でございましたお疲れ様でした委員の皆さんはしばらくお残り願います次回の委員会でありますが1月12日火曜日に開会いたしますのでご予定のほどよろしくお願いいたしますなおそれ以外の日程につきましてはこの後制服委員長を開かせて,ていただいて 後日また連絡させていただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします以上で本日の委員会を参加いたします委員の皆さんどうもお疲れ様でございましたご苦労様でした引き続き政府委員長会議を行いますので副委員長さんそのままお残り願います